はい、こんにちは、ジョマです。今日のですね、朝動画を出して、アンプをばらしましたと、分解しまして、これからの、クリーナーっていうのがあるんでね、クリーナーで掃除して治るかどうかっていうお話だったんですけれども、結論としてはですね、結構良くなったんじゃないかなっていうようなね、そんな感じです。で、完全には消えないんですけれども、まあボリュームの一部分だけシッとなるんですね。で、他の部分いくと平気で、で、それでにしてもフォノ端子はやっぱりザーッと雑音が入るなと、まあ、サーッという感じですね。で、 CD とかやると全くもうシーンとしてるわけですよね。で、まあ、そうすると、まあ、原因が分かんないんですけれども、スピーカーなのかなとか思って、スピーカーもちょっと線をまた新たに抜いて綺麗なのつけたりしたんですけど、よくならないで、それでまあ、ネットをその後見てたんですけれども、なんかどうもレコードプレーヤーとアンプをアース線でつなぐという作業が必要ならしいんですね。それで急遽アース線がなかったですから、スピーカーの線でもいいみたいな、スピーカーの線はこんぐらい長かったんでね、結構ブチッと切って、それをレコードプレーヤーとアンプにつなげたら、見事に音がね、雑音がなくなりました、シーンとして、はい、ということで、まあアンプでは直らなかったんですけれども、レコードプレーヤーの雑音は消えたっていうようなね、なんか中途半端な、よくわからないような形になったんですけど、まあ、アンプの方もね、少し前はすごく雑音がいっぱい考えてみると入ってましたから、それが少なくなったということでね、相当良かったんじゃないかなと。で、私が持ってた古い前のアンプは、片側も音が出ない、出ないっていうか、やっぱりかすかには出てるんですよね。 B プレイヤーの方の、まあ、プレイヤーの線だと思うんですけど、スピーカーのね、それはもう一回洗って直したいなっていう気持ちはありますよ、クリーニングしてね。でも、まあ今聞けないので、まあ新しく買ったアンプでは両方ともスピーカーを音出て、で、まあ、別の原因ですけどアース線をつないで、レコードの方も雑音がもうほぼ消えたということでね、まあめでたしめでたしと言ったところだと思いますけれども、まあ楽しかったですね、分解してみてね。ピタッと全部部品一つ残らず組み直せませた、直せましたので、それもすごく良かったです。まあさすがにね、ちょっと疲れたので、これやっぱりね、修理とかお仕事されてる方、本当、まあ慣れとかは絶対あると思うんですけど、大変な作業だなとね思いました。まあ引き続きね、ちょっと音楽、まあ気が向いたらまたやったり、ラジオ直してみたりとかね、するまたするかもすると思うので、よろしくお願いします。歌の方も頑張りますので、というご報告でした。どうもありがとうございました。